スパルタは1917年創業のオランダの自転車メーカー。電動自転車ではヨーロッパ最大のメーカー。アクセルグループへの V 参加。以前はオートバイやモペットも生産していた。第二次世界大戦後まもなくの頃はオランダで最大のオートバイメーカーでもあった。1917年9月にアペルドールーンで自転車製造会社として設立されたバーペック。 アンド、アンプスキャケルが同社の前身に当たる。1ヶ月後にスパルタの商標を他社から買い取った。1931年にはザックスモーターサイクルから購入したエンジンを使用して最初の 78cc モペット製造を開始した。その後はビリヤーズからもエンジンを買い受け 148cc や 200cc のオートバイ製造にも乗り出した。 第二次世界大戦勃発中は生産を停止し終戦後にはモペット生産に集中した。スパルタの最盛期は1965年で従業員380名でモペット4万7000台を生産した。若者の多くが自動車ではなくモペットを購入した。1975年にモペットにヘルメット着用が義務付けられモペット販売が加工。 この時期に自転車生産を再開。70年代前半から一体型自転車フレーム、フィッツフレームアイと、A、AN ストック開発を開始。1982年にモペット生産を終了。1985年にザックスと共同でスパルタメットという名称のスノーフィーツと呼ばれる自転車とモペットの中間にあたるカテゴリーの車両を製作。 1999年まで販売。1990年頃はスパルタの自転車生産年間10万台以上のうち2万台がスパルタメットだった。1999年には従業員170名で年間生産台数8万台、年間売上1800万ユーロ。その年、サックスのエンジン供給が問題となりスパルタメットは生産終了。 1999年9月28日にヨーロッパ第3位のメーカーであるアクセルグループに買収されバタブスや小ミヤタなどとともに3家の自転車メーカーとして自転車の生産と販売を行っている。電動自転車ではヨーロッパ最大のメーカー。電動自転車のモデルとしてスパルタイオンがある。ありがとうございます。